スターホース3プレミアカップファイナル。ただいまよりプレミアカップを開催します。東京競馬場、天候は曇り、馬場状態は芝、ダートともにやや重で行われます。出場全14チームを紹介します。プレミアカップ14頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。6番お疲れマンホガールが先手を取りました。12番リバプール、差が開いて10番スターニア、そして外からは1番シャングリアムーン。さあ全国から集まったスターホースの頂点に上り詰めるのはどの馬か。ハウス界直線の伸び足はどうか。内から懸命に品田先頭、お疲れマンコガール、お疲れマンコガールが大きくリード。シャングリアムーンが2番手、内から懸命に品田先頭は、お疲れマンコガール、シャングリアムーン先頭に立った。11番品田外から懸命に、お疲れちゃん先頭、シャングリアムーンピンクの帽子、お疲れちゃん1着シャングリアムーン2着お疲れちゃん。第1レース1着1番2着13番3着7番以上のように確定しました。1600m、 まずまずのスタートを切りました。さあ外が行くのか内が行くのか。ちょいワルスペクター先頭、6番深谷の挑戦が欅を通過します。先頭行くのは深谷の挑戦、4馬身リード、そして1番人気のハーデスペルセポネ、うまくいっているんではないでしょうか。府中のスタンドが揺れています。青い帽子深谷の挑戦が先頭、ナノブリザード、そしてその後ろからカーデスペルセポネ先頭、深谷の挑戦、深谷の挑戦が5馬身リード、カーデスペルセポネが2番手、オレンジの帽子ナノブリザード2番カーデスペルセポネ、カーデスペルセポネ完全にかわして先頭に立った。内から懸命に深谷の挑戦、カーデスペルセポネが先頭だ。1着カーデスペルセポネ、2着ブラマヤブレイズ。第2レース1着2番2着9番3着8番以上のように確定しました。
レミアカップ14頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。6番加瀬かな子ちゃんが先手を取りました。ちょっと離されましてダゴヒエ取る。それからもう1頭ロンディーブレイク、そのうちにグランプジャスティス。さあ各陣営の思いを乗せて14頭がゴールを目指します。あの鐘を鳴らすのは直線の伸び足はどうか。2番手にヒョコメダ先頭加瀬かな子ちゃん、加瀬かな子ちゃんが大きくリード。ゲネラルルージュ、そしてその後ろからアーリータイムズ、オールブラックスが先頭。加瀬かな子ちゃん、加瀬かな子ちゃんが大きくリード。バイスサグライフも懸命に追う。オレンジの帽子ゲネラルルージュ、オールブラックス先頭に立った。1着オールブラックス、2着バイスサグライフ。第3レース1着14番、2着5番、3着13番以上のように確定しました。プレミアカップ14頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。9番相模のワンドスンが先手を取りました。その後ろでやりましょうか。ドンドドドンドドン、そして4番手に相模のワンドスンでやります。あとはずっと下がって、これが中国ピンクエル。さあ東京競馬場は大歓声であります。先頭行くトライアングラー、逃げた逃げた逃げた、アウサイダーラッシー。それからドンドガドンドドン、9番相模のワンドス、ドンドガドンドドンが2番手、ドンドガドンドドン先頭だ。9番相模のワンドス、トライアングラーが3番手先頭、ドンドガドンドドン、ドンドガドンドドンが1馬身リード。中国ピンクエルも懸命に追う。2番プレシャスリーバ、2番手に相模のワンドス、1着プレシャスリーバ、2着ドンドガドンドドン。第4レース1着2番、2着11番、3着9番以上のように確定しました。プレミアカップ14頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。11番クリームが先手を取りました。一番人気の嫌な感じでやります。そしてその後ろから3番なるほど日本丸、外を通ってスーパーレテーラ、場内がドッと来ている、場内がドッと来ています。先頭行く青い帽子はボボッコリーズ、9番ココナッツベンディ先頭はボボッコリーズ、クリームが3番手外からココナッツベンディ先頭、ボボッコリーズ、ボボッコリーズが1馬身リード。クリームが3番手外からココナッツベンディ先頭はボボッコリーズ、11番クリーム外を通ってココナッツベンディ、8番ハネウマライザー、この辺りで先頭はブレイクオールディズ、ブレイクオールディズ先頭、ブレイクオールディズが勝ちました。トカシニアタックはウィン5の結果をお伝えします。第1レースから順に1番2番14番2番5番以上のように確定しました。